東京ドームで大歓声浴びてますが、はい、日本で浴びる東京ドームで浴びるこの歓声どうですか？最高です。今日のホームラン3回の第2打席でした。あの打席振り返ってください。最高です。球場中の大歓声を浴びながらのダイヤモンド一周はどうでしたか？最高です。ジャイアンツでも多くのホームランこの東京ドームで打ってきましたが、 WBC でのホームランというのはどうでしたか？最高です。さあいよいよ戦いの舞台アメリカへ行きますが、この大歓声どうですか？最高です。それでは岡本選手、日本を代表してこの先の戦いへの意気込み聞かせてください。もう最高です。今日のヒーロー岡本和真選手でした。